写真拡大。ソフトバンクの武田翔太投手が28日自身のインスタグラムでイケメンルーキーコンビの写真を投稿し話題となっている。ドラフト4位の坂東優吾投手、同6位の泉圭介投手の食堂でのプライベートショットにファンは大喜び。いいねが1万件を超えている。武田は需要しかないよね、言わなくてもわかると、坂東と泉が写った3枚の写真を投稿。1枚目は坂東が食堂でカメラ目線で割り箸を割っており、その後ろにたまたま泉が通りかかった瞬間を捉えている。2枚目の写真では泉が目を見開いて坂東を見つめ、最後の1枚ではその表情のままでげんこつの仕草をする連続写真。武田はシャープ後ろ、シャープどうした、シャープ事故が、シャープ仲良いな、シャープ眼力、シャープシャッター切るタイミング、シャープこれは、シャープやきもちの一種、わらわら、シャープ間落ち着け、シャープ逃げも隠れもせんぞと冗談をふんだんに交えてハッシュタグでの説明も添えている。需要しかない、かわいいなどと二人のイケメンぶりを絶賛する声、武田への感謝の声が上がっているが、当然ながら泉の変顔に注目するコメントも多数。イケメンルーキーの意外な一面を捉えた投稿にいいねがあっという間に1万件超え。泉は今季14試合に登板して2勝0敗3ホールド、防御率 1.96 と存在感を見せたが、オフも活躍している。フルカウント編集。